このスバ。この辺りでいいのか。はい、ゴーレムが現れる危険な場所だというのに乗せていただいてありがとうございました。なーに、険しい道ほど金になるからね。ブレーキで休んでるから帰りもどうかご贔屓に。気のいい人で助かりましたね。ああ、彼らのような仕事をする人の安全を確保するためにも危険なゴーレムはしっかり討伐しよう。それでカズマ、ゴーレムは近くにいるの？いや、敵感知スキルにはまだ引っかかってないみたいだ。この間に戦いに有利な地形でも探しておこう。そうですね、私も剣の振り方を練習しておきます。どうですか、タクネスさん、おかしなところはありませんか？私がアイリス様に教えることなどございません。であるあなたの剣技をぜひとも教えていただきたく。ダクネスの剣技ね。攻撃はからっきしですからね。自分でも気にしているのだからな。うりゅう。アイリスが喜んでくれるなら作った甲斐があるよ。ずっと剣の素振りをしてたから疲れたろ。いっぱい食べてくれ。何よカズマ、今日はずいぶん太っ腹じゃない。じゃあ私ももう一杯おかわりもらおうかしら。待ってください、アクア。たくさんあるとはいえ、ちゃんと平等に分けましょう。お腹が空いているのは皆同じです。おいおい、二人とも、アイリス様よりも前におかわりしていただろう。アイリス？すみません、なんだか私皆さんと旅をしてるなと思って。
こんな風に過ごしてみたいって、きっと私は前から羨ましかったんでしょうね。そんないいものじゃないわよ、冒険者生活なんて。ひもじい思いをすることもあるし、野宿の後は体が痛くなるし。なあ、俺たちからすれば王族のアイリスの方がよほど羨ましいよな。そういうものでしょうか。でもブレーキの町に出かけてから、私も冒険者だったらという気持ちがどんどん大きくなって。変わりありませんね、アイリス様は。はい。本当だな。前も言ってたけど、自分のやりたいことに正直でまっすぐなところは記憶を失っても変わらないよ。記憶が戻ったら一緒に冒険に行こうって約束したけど、そうでなくてもアイリスは大事な冒険仲間だ。そうよね、夜に焚き火を囲んでシチューが美味しいなんていうおてんばの王女様、きっと他にいないもの。ま、そういうわけだから干渉に浸るのはまだ先だぞ。これからもアイリスとは一緒に冒険するつもりなんだからな。皆さん、はい、そうですね。私、立派な冒険者になれるように精一杯頑張りますね。さて、おかわりはまだあるから、みんなどんどん食って。おお、ご主人様。どうやら食事の前に片付けなくてはならないものが現れたな。このままでは囲まれてしまいますよ。体勢を立て直しましょう。はい、お兄ちゃんも早く。ああ、気をつけろよアイリス。汚れを確認、きれいにします。ご主人様。ふん。危な、ほうきを投げてきたぞ。家事はお任せください。破壊バズーカいやいや、火事関係ないだろう。とにかくみんな戦闘準備だ。行くぞ。このそば